また今日も緊急で動画回してます。もう緊急の無駄遣いが多い。いや、この前ね、おすすめで、ま、子育てについての投稿を見たんですよね。ま、この間ライブでもちらっと言うてんけど、まあ子育てってね、私もまあ息子いるんですけど、もう30なってますけど、子供はほら人それぞれね、家によってみんな違う子やから、その家の育て方があっていいと思います。あんまり怒りすぎたらあかんとか、叩いてしまったとか、そんな悩まんでもいいんちゃうかな。もう手あげんのは、私も息子に叩いたりとかあったけど、暴力っていう感じではないねんけど、まあ、しつけかな。言葉だけでね、お母さん怒ってるのよとか、お母さんを悲しませないでとか、そういう優しい言い方してても、うるさいねんボケみたいに言われたらそら怒るわ。だから別にいいと思うねん、私は。まあ、必要以上に叩いたりとか罵声浴びせんのあかんけど、そうじゃなかったら、まあしっかり怒って、その後ギュッと抱きしめてあげたらいいやんね、にゃんたろと私は思います。まあ育児頑張ってるお母さんたち、悩みすぎないで、いいのよ。自分の子育て論があっていいの、人それぞれやから。周りに惑わされないでくださいね。にゃんたろうかわいいな。